はい、フルートの部屋です。今日はね、サックスのレッスン動画今昔物語ということでね、やってみたいと思うんですけど、サックスのレッスン動画、皆さんどの先生が好きで、どのチャンネルを見てますか？今ね、一番勢いがあるのがこのね、孫江脇亮さんって方ですね。この人一番、実質的に一番、勢いがあります。で、僕はね、この亮さんが一発目の動画アップした時から見てて応援してきたんですよ。こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよってね。だからね、本当にね、思い入れがありますね、この方には。でもまさかこの一番を取るとは、こんなに早く一番を取るとは思ってなかったね。最初はね、もうずっと低迷してたんですよ。で、クオリティはめちゃめちゃ最初から高かった、だからいずれまあトップクラスに入ってくるとは思ってたんだけど、でもずっと低迷してたからね、僕が YouTube をいろいろ研究してるからこそ、この人は絶対将来的に、伸びる人だなっていうのが分かってたんでね、ずっとウォッチしてたんですよ。で、案の定、トップクラスに上がってきたんだけど、まさかね、一番取るとは思ってなかったね。登録者で言えばね、もちろん、マナさんね、が一番なんだけど、マナさんが今何人おんのかな、まあ、ところもう6万人近くいるんですよ。それに対して、りょうさんはね、1万人。だから、ぐっとね、チャンネル登録者自体は開きがあるんだけど、でも、マナさんはもう4、5年前からやってるから、これだけのチャンネル登録者がいるんだけど、重要なのは再生回数ですからね、チャンネル登録者数ではないですよ。だから再生回数だけ見ると、もうどっこいどっこいどころか、りょうさんの方が上ですね、今はね、だから抜いてるんですよ。再生回数だけ見ると抜いてるんですよ。マナさんの一番再生された動画が、78万回78万回再生されてますね。これね、78万回相当なもんですよ。ただこれはね、2年前なんですよ、2年前。それに対してりょうさんはつい3ヶ月前に17万回再生っていうのをね、達成してますね。今マナさんが17万回回る動画を作れるかっていうと、ちょっと疑問ですよ。無理っぽいんですよ。だからそういう意味でもね、りょうさんのこの勢いっていうのはね、目立ちますね。まさかりょうさんがここまで来ると思わなかった。でもね、最初からクオリティめちゃめちゃ高かった。動画のクオリティ。で、思い起こせばね、このサックスのレッスン動画、これを始めたのはジェントル山本さんなんですよ。もう10年近く前ですよ。最初から僕見てましたね、ジェントル山本さん。もうね、サックスレッスンって言ったらもう山本さんしかいなかったから、もう入れ食い状態ですよ。山本さんもね、だから結構な再生回数の記録は持ってるんですよ。この動画がそうなんですけど、これ9.2万回回ってますね。9.2万回、そこそこいい数字ですよ。これがね、8年前ですよ、8年前。本当に入れ食い状態だった時、もう全然いなかったからね。もうサックスのレッスンといったらもう山本さんしかいないかったから、その時に達成した記録、9.2万回、で、それからね、だからそのマナさんとかが出てきたのが4、5年前で、もうボン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 出てきたんですよ、4、5年前から。そこでね、山本さんちょっとくじれちゃったのかな。で、やめちゃったのよ、一時期。でも、数年前からまた復活して、やる気見せて、で、動画のクオリティアップさせて、再チャレンジしてるんですよね。ただ、苦戦はしてるんだけど、ぼちぼち、
動画のアップはコンスタントに続けてますね。もう頑張ってほしいですね。もう一回、巻き返しを図っていただきたい。でその4、5年前に、マナさん出てきたって言いましたけど、その時に同じぐらいマナさんと同じぐらいの勢いを持ってたのがこの一平さんなんですよね。一平さんね、これ結構ね、あの一平さんファンっていうのはいたんですよ。ライブを、特にライブをやってて、 YouTube ライブを結構な、ね、人集めてたから、そのままずっと行くんだろうと思ってたら1年前にね、パッタリ辞めちゃったですね。あの、なんで辞めたのかが分かんない、消息が分かんない。もし消息を知ってる方はね、ぜひコメントで教えていただきたいんですけど、なんで辞めちゃったのかね、もったいないですね。一平さんね、別に人気がなくなったわけじゃないんですよ、でもパッタリ辞めちゃったですね。で、あと2、3年前に出てきたのがこの千葉さんと、あとミキさんね。この2人はね、対照的ですね。本当にキャラクター全然違う。千葉さんはいかにもね、こう YouTuber 向きの、ね、人気が出るだろうなというキャラクターでした、ね、それに対してミキさんはもうニコリともせずに、正直ですよ、まあ、あの今はもちろん違いますよ、僕の感想は。正直ミキさんが出てきた時は、あ、この人はダメだなと思ったんですよ。ニコリともせずに、まあ僕もそうなんですけどね、で淡々と喋る、すごくね、こう暗い感じで、だこの人ダメだなと思ってたんですよ。だすぐ消えるだろうなと思ってたんですよ、ね。ところがどっこい、全然僕の予想、これはね、外れましたね。ミキさんがここまでやるとは、これは思っても見なかった。で、あとね、一般的にこうやれば YouTube は成功するよっていうね、鉄則があるんだけど、その鉄則をね、もう覆してるもんね、ミキさんはね。っていうのはね、YouTube の、あのハウツー系、ノウハウ系の動画っていうのは、もう初心者向けの内容しか、あの当たらないよって言われてるんですよ。だから、詳しい、突っ込んだ話してもダメですよって言われてるんですよ、一般的に。それをね、ただただ黙々とやってるんで、絶対ダメだろうなと、そういう意味でも僕はダメだと思ってたんですよ。ところがね、それに対してニーズがあったんですね、サックスは。そこそこのニーズがあったんですね。そこは僕読み間違えたというか、一般的な鉄則から外れてるんですよ。すごくマニアックな深い内容を動画にするともう受けないと、もう本当にごくわずかな人しか見ないと、だから再生回数が回らないと言われてるんですけど、地味に回ってますもんね。1000回2000回3000回、まあ1000回超えればいいからね、今はね。そういう意味じゃね、成功してるんですよ、ミキさんは。もちろんプロだから、その深いことっていうのいっぱい知ってるじゃないですか。それを小出しにして、だからネタには困らないわけですよ、ただ他の人がやったらどうかっていうのは難しいところがあるよね。これがだから千葉さんがそういうことやって受けるのかどうかっていうのは、違うんじゃないかなと思うし、だからこのマニアックなことをやることに対して、このミキさんがハマってるんでしょうね、としか思えない。他の人がこれやってもね、受けないと思いますね。どうなんだろう。で、僕が個人的に今好きなのはこの藤田先生ね。先日の動画でもアップしましたけど、藤田先生、この人個人的に僕が好きです。あとね、この正木先生っているんだけど、この方もね、結構古いんですよ、あの YouTube の動画は。で、この彼女はね、この演奏が僕はすごく好きなんですよ。彼女の演奏が、サックスの、だから習いたいなと思ってね、一回アプローチしたことがあるんですよ。アプローチ、ズームで体験レッスン受けたんですよね。で、その時ね、寄せばよかったんですけどね、今考えると、この YouTube をやってますよって言っちゃったんですよ、ね、こういうことやってますよ、 YouTube でこういうことやってますよって、それ言わんければよかったなと思うんですけどね。っていうのは、じゃあ、そのズームの体験レッスンが終わる時に、後ほどじゃあメールで予定とかお知らせしますねって言われて、そこで終わったんですよ。で、待ってたんですよ、僕、メールを。だから一向に来ないんですよね。で、メール来ないんですけどって打診したんですけど、
来ないですね、返事が来ないですね。ということはお分かりですよね、まあ面接に落ちたってことでしょうね。内容、だから YouTube 動画見てこの人やばいなって、ね、思われたんでしょうね、まあしょうがないです。はい、というわけでね、サックスレッスン動画今昔物語やってまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。なかなか面白いですね、このサックスのレッスン動画。まあもちろんね、僕いろんな動画やってるからね、トランペットとかフルートとかいっぱい見てますよ。中でもでもね、このサックスレッスン系面白いね。なんか戦国時代ですよ、サックスレッスン系 YouTube 動画戦国時代、どんどんねこう新しい人が参入してきて、で諦めて去っていく、ほとんどの人が、まあ、プロですよ。もちろんその人たちはプロ中のプロ、もういっぱい出てくるんだけど諦めて、あ無理だなと、とてもやってらんないな、とてもやってらんないなということでね、やめちゃうんですよね。厳しいですよ本当に YouTube 今厳しいです。まあ、再生回数ね1000回超えるっていうのはでもすっごく大変なんですよ。もう皆さんね100回とか200回とかそんくらいしか回らなくて、めげちゃってねやめちゃうんですよね。だからねミキさんとかさ、よくやってるよね。まあまあもう一回言いますけど、ミキさん本当によくやってるよね。特にねこうルックス的に恵まれて、まあ怒られるけど、てるわけじゃないじゃないですか。ミキさんって本当ブスッとしてて、だから千葉さんと比較しちゃうんだけど、千葉さんはね本当にもうイケメンで、ね、成功するだろうなって感じのタレント性のある人だからね、まあわかるんだけど、でミキさんはまあね普通のおっさんですからね、よくやってるなっていうか、まあ、そのマニアックなことがハマったんだろうね。なかなか珍しいパターンですよ。